終わらない明日へ。本艦は反乱艦である機関に対し即時の無条件降伏を要求する。この命令に従わない場合は機関を撃破する。私たちは地球軍そのものに対して疑念があるのよ。よって降伏復隊はありません。言って分かればこの世に争いなんてなくなります。分からないから敵になるんでしょ。そして敵は撃たねば。カラミティ、ボビドゥン、レイダー発進です。不沈艦アークエンジェル、今日こそ沈めて差し上げる。アークエンジェルとドミニオンが激突。そこにエターナルを追っていたクルーゼ隊も加わり、三者入り乱れた乱戦となる。戦いの中でキラは己の出生の秘密を知る。キラとカガリは同じ両親から生まれた双子といえる関係であった。キラは遺伝子を調整し、人間の可能性を最大限に引き出したスーパーコーディネーター。人の夢を具現化したような存在であった。だがキラのような存在を生むために多くの失敗や犠牲があった。その一例がラウル・クルーゼ、ムーラ・フラガの父のクローンである。優秀な後継者となるべく生まれた彼はクローン技術の欠陥から老化が早く短命であったため、その座を追われ、代わりにフラガが選ばれた。他者より強く、他者より先へ、他者より上へ。人の欲望から生まれたが失敗作として捨てられた。クルーゼは己を生んだ世界を恨んでいた。間もなく最後の扉が開く。私が開く。そしてこの世界は終わる。この果てしなき欲望の世界は。そこであがく思い上がった者たち、その望みのままにな。もう誰にも止められはしないさ。この宇宙を覆う憎しみの渦はな。クルーゼはアラスカ以降行動を共にさせていたフレイに戦争を終わらせる鍵を渡し、脱出ポットに乗せて連合軍へ引き渡そうとする。助けて、フレイです。フレイ・アルスター、鍵を持ってるわ。私、戦争を終わらせるための鍵だから、だからお願い。へえ、面白いことを言いますね、彼女。何をお持ちなのかな、鍵って。だって気になるじゃない。普通言いませんよ、戦争を終わらせるための鍵なんて言葉。キラは脱出ポットの回収を試みるが、ドミニオンのモビルスーツに阻まれ、フレイと鍵はアズラエルが手に入れた。鍵の正体はニュートロンジャマーキャンセラーのデータであった。クルーゼの策略によりザフトの最重要機密が連合の手に渡ったのである。核は持ってりゃ嬉しい、ただのコレクションじゃない。強力な兵器なんですよ。兵器は使わなきゃ。高い金かけて作ったのは使うためでしょ。さ、さっさと撃って、さっさと終わらせてください。こんな戦争は。ニュートロンジャマーキャンセラーを手に入れた連合は核ミサイルを使い、ザフトの宇宙要塞を陥落させる。そしてプラント本国への攻撃も計画していた。一方、ザフトは巨大レーザー砲ジェネシスを完成させ、報復のため連合軍艦隊を一瞬のうちに焼き払う。ジェネシスは連射はできないが、地球を直接攻撃できる代物であった。地球に撃たれたら生物は生きられなくなってしまう。アークエンジェルはジェネシスを止めるためザフトの要塞ヤキンドゥーエに向けて出撃した。
ジェネシスとガクト戦いながらどっちも防げったってさ。まずは両軍を牽制する。出るぞ。核を持った別動隊が出てくるはずです。アスト、どうか気をつけて。核攻撃隊を出せ。あの忌々しい砂時計一気残らず叩き落とすんだ。それでは地球への脅威の排除になりません。我々はあの兵器を破壊せねば。ウラント落とせば戦いは終わる。奴ら全てが地球に対する脅威なんだぞ。先に仕掛ける。続いて本艦が援護します。地球軍は直ちに攻撃を中止してください。あなた方は何を撃とうとしているのか本当にお分かりですか。核を一つでも落としてはなりません。また果てない涙と憎しみを呼ぶでしょう。やめろ。奴らが持ってるのは核か。撃墜しろ。絶対にプラントをやらせるな。デュエル。本当に貴様なのか。生きていてくれたことは嬉しい。しかし、なぜ奴らと一緒にいる。ブラント、俺を裏切るというのなら。イザーク、やめろ。今はこいつは俺に任せてくれ。銃を向けずに話をしよう、イザーク。くっしょ、やめろ。ならばこちらに手を貸せ。ジャストの裏切り者でないというのならな。おい、やめろ。
猫ばっかってのも面白くねえけどな。どうでもいいよ、出ろって言われりゃ出て撃つだけさ。マシってね。お前もいい加減に落ちやがれ。ジェネシスに突入してコントロールを潰す。ここは任せる。何さりげなくすごいこと決めちゃってんの。ムーラフラガストライク出るぞ。なんてこったい。礼は言わんぞ。撤退してプラントの守備に戻る。待てよ、こっちだって今はジェネシスを。もうごちゃごちゃ言うんじゃないの。今そっちに行く。落とされるなよ。使ってみせるさ。あの男にできて私にできないはずはない。なんだ。来るぜ。捕らえたぞ。これが望みか、貴様の。私のではない。これが人の夢、人の望み、人の業。私もいるわ。他者より強く、他者より先へ、他者より上へ。競い、妬み、憎んで、その身を食い合う。いいさ、もはや世界の終わりは止められん。逃げられたか。だがこっちも一度戻らねならんな。くそ、核が。何をやってる。前に出ろ。
あの裏切り者の船を今度こそ沈めるんだ。地球を攻撃させるわけにはいかない。プラントを撃てば終わる。全てガタル、ドミニオンは抑える。各機ジェネシスへ。何をやっている。どうなるか分かってるんだろうな。あなたはここで死すべき人だ。私と共に。ダメ、もうやめて。アークエンジェル逃げて。お前も脱出しろ。急げ、アークエンジェル行け。クルーゼの新型。報告はあとです。整備班、緊急着艦用ネットを。医療班、待機。今だ、撃て。早くあいつを沈めろ。ゴーエングリーン照準。何をやっている。貴様こそ何のつもりだ。ああ、僕は勝つんだ。そうさ、いつだって。やっぱ俺って不可能を可能に。ロエングリーン照準。アズラエルめ、案外と不甲斐ない。キラ、フレイ。そんな、フレイ、こんな。離れ。
謝りたかった。当たれ。苦しかった。怖くて。でも今やっと自由だわ。とても素直にあなたが見える。守るから。本当の私の思いがあなたを守るから。君か。厄介なやつだよ。君はやめろと言ったのか。あってはならない存在だというのに、知れば誰もが望むだろう。君のようになりたいと、君のようでありたいと、故に許されない君という存在も。そんなこと。僕は、それでも僕は、力だけが僕の全てじゃない。それが誰にわかる。何がわかる。わからぬさ、誰にも。やめろ。これが定めさ。知りながらも突き進んだ道だろう。何を。正義と信じ、分からぬと逃げ、知らず聞かず、その果ての終局だ。もはや止める術などない。そして滅ぶ人は滅ぶべくしてな。ジェネシスは、アスラン、みんな。両軍多くの将兵が戦死し、指揮系統は乱れ、戦場は大混乱に陥っていた。パトリック・ザラは最終手段としてジェネシスの目標を地球と定め、発射を急がせる。夜勤に突入してコントロールを潰す。アスランはジェネシス発射を阻止すべく、カガリと共に夜勤ドゥーエに突入。だが混乱の中でパトリック・ザラは味方兵士に殺害される。発射のカウントダウンはすでに始まり、解除は不可能な状態であった。夜勤の自爆シークエンスにジェネシスの発射が連動している。内部でジャスティスを核爆発させる。ジャスティスが爆発すれば自分の命はない。アスランはカガリを置いてただ一人ジェネシス内部へ突入する。アスラン！だがカガリはアスランを追いついてきてしまった。自己犠牲で世界を救おうとするアスランの考えが許せなかったのである。ダメだ！お前逃げるな！生きる方が戦いだ！ジャスティスの自爆装置を起動させ、アスランとカガリはストライクルージュでジェネシスより脱出した。キラー！
キラ。キラは？僕たちはどうしてこんなところへ来てしまったんだろう。世界は